さん、こんにちは。ダイアログフォーピープルと難民支援協会がお送りする難民を理解するための15分。ナビゲーターを務めます。認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵里です。この番組は、故郷を逃れて他国へ避難せざるを得なかった難民の方々が今どのような状況に置かれているのかなど、視聴者の皆さんに知ってもらい、理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考える、そんな番組です。どうぞよろしくお願いします。さて、第2回目のテーマは、世界でも厳しいとされる日本の難民認定についてというテーマでお送りしたいと思います。ご視聴の皆様もニュースなどで日本は難民に厳しいといった解説を目にする機会もあるかと思います。日本の難民認定はどうなっているのか、そして課題についてお伝えしていきたいと思います。まずは日本がどのような受け入れをしているのかという全体像をお話ししていきます。前回も少しお話ししたように、日本には複数の難民の受け入れの形があり、3万5000人近い方が暮らしていると言われています。今日はその中でも大多数を占める、自力で日本にたどり着き、難民申請をした方々がどのような状況に置かれているのかについてお話ししたいと思います。まずは手続きの面からお話しします。難民になるためには、自力で日本にたどり着く必要があります。難民支援協会は、アフリカから逃れた難民の方々を多く支援していますが、多くの方が日本を選んだのは偶然だったと語っています。数ある選択肢の中から日本を選んだということではなくて、まず逃れないといけない状況があり、たまたま一番先にビザが出た日本へ逃れてきたといった方が多くいらっしゃいます。日本にたどり着いた後は、地方入管へ難民として認めてほしいという旨を書いた難民申請書を提出します。これは全部で10ページほどあり、なぜ国に帰ることができないかということを説明していきます。その次に入管庁の方で審査を経て認定もしくは不認定の決定が出されます。不認定の場合は、見直してほしいということで、不服申し立てをすることができます。不服申し立ての後、また審査を経て、認定、もしくは不認定の結果が出されます。この認定率というのが、前回もお話ししたように、0.5%、一昨年では47人と非常に厳しいのが現状です。不認定の場合には、裁判をすることもあります。裁判を経て、難民だったと認定をされる場合もあります。平均の審査期間は4年4ヶ月もかかり、また裁判になると10年、13年かけてようやく難民として認定されたという方もいらっしゃいます。それでは実際に、お一人の方を紹介しながら、どのようなことがあったのかということをご説明したいと思います。アフリカのエチオピアから逃れられた A さんのお話をします。 A さんはエチオピアで野党の党員として選挙活動などの政治活動を行っていました。政党に加わる党員を増やしたり、政党の主張を説明するビラを印刷するなどの活動をされていましたが、与党に目をつけられ、逮捕、拘禁を経験します。このままでは身の危険があると A さん、そして周りの家族が、支援者が判断し、A さんは国を出る決意をします。一番初めにビザが出たという理由で日本を選び逃れることとしました。A さんは成田空港に到着しましたが、そこで収容されてしまいます。日本に難民として助けを求めてきたのですが、
そのまま収容は続き、1年ほど収容施設に収容されることになりました。その後、仮放免という形で放免されますけれども、少しして難民は不認定となり、 A さんはまた空港に連れて行かれて送還されそうにもなります。私は難民だということで全力で抵抗し事なきを得ましたが、その後 A さんは裁判を経て4年半近くかかり、ようやく難民として認定されることになりました。こういった手続きからもですね、難民の方が申請中に収容されてしまうということ、なかなか最初の政府の段階では難民として認定されないこともあることなど、課題が現れていると思います。次に、日本の難民認定のどういった点が厳しいのかということをお話ししていきたいと思います。厳しさを2点挙げていきます。まず1点目は、誰を難民と認定するかに関する基準、認定基準が国際的な基準と比べて非常に厳しいことが挙げられます。難民条約という国際的な約束をしたのだから、誰を難民とするかについては他の国とも合わせていくことが必要とされます。2点目は、手続きが適正に、つまり難民の方々にも配慮しながら行われていくかについての基準、手続き基準が厳しいということがあります。難民の方たちは知らない国で制度もわからず、配慮や手助けを必要としています。また間違った判断は生きていかれないという母国に返されるのかもしれず、命に関わるので慎重に行っていくことが必要です。ですので、他の国では弁護士など助けてくれる人が審査の時にそばについていてくれる、また間違いがないか後から確認できるように録音したりビデオに録画したりしています。しかし日本にはそれがほとんどないということが問題として挙げられます。また少し違った角度からも課題を指摘したいと思います。日本では難民認定の実務を出入国在留管理庁が行っており、難民を保護する、助けるという視点よりは管理する、取り締まるという視点が強いと言えます。そのため難民の人たちが認定をなかなか得られないという一つの原因になっていると考えられます。またもう一つの理由として、難民問題が日本社会の中で十分に知られていないということが挙げられます。難民の方々を治安が悪化する要因や社会のリスクとつなげていくなど、難民受け入れに関する根拠のない誤解や偏見もあり、こういった世論も現状の厳しい受け入れを後ろ支えしている面があるかと考えます。こういった状況を解決していくためには本格的な難民認定制度の見直しが必要だと考えられています。出入国管理から独立した機関が迅速に専門的に審査を行い、国へ戻ると危険のある方々を適切に認定していく制度の確立が必要です。これは難民に関する国連組織、国連難民高等弁務官事務所も提案している点になります。皆さん、いかがでしたでしょうか。難民を理解するための15分では、これからも皆様に分かりやすく難民の方々のことを伝えていきたいと思っています。引き続き応援いただけると嬉しいです。最後になりますが、私が所属している日本に逃れてきた難民の支援を行っている団体、難民支援協会のウェブサイトの URL など、動画の概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。また、参議院選挙が近くにあります。選挙が近くなると、各政党や個人の候補者の難民や入管法に対する意見も出されてくると思います。ぜひ、そういった情報も皆様の投票行動の参考にしていただけたらと思います。
それではまた次回の難民を理解するための15分でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。